栗橋の地に咲く静か桜。町のシンボルとしても大切に育てられてきた静か桜は、五枚の花弁の中に旗弁というおしべが花びらのように変化したものが混じる特殊な咲き方で、他の桜とは異なる表情を見せてくれる美しい花です。その名の起源は、源頼朝の弟である源義経を愛し、義経に愛された静か御前が義経の菩提を弔うために植えたことに由来すると言われています。長い歴史の中で受け継がれてきた美しくも儚い静か御前の伝説。静か御前は男性の格好で歌い舞う女性の芸能者、白拍子の創始者である磯野禅師の娘として生まれました。母親の影響を受け、白拍子としての道を歩み成長していく静か御前。日照りが続き大干ばつが起きた際には、静か御前を含む100人もの白拍子が雨乞いのために集められました。ところが99人目まで踊り終えても、雨が降るような気配は一向にありません。そんな中、最後の一人となった静か御前が舞い始めると、瞬く間に黒い雲が空を覆い、3日3晩雨が降り続いたということです。日本では並ぶものがないほど舞上手と評されていた静か御前。やがて源頼朝の弟である源義経の目に留まり、義経の側室として迎えられます。その後、義経は壇の浦の戦いで平家を滅亡させる大活躍を見せますが、兄である源頼朝の怒りを買ってしまったことから疎まれ、京都から逃れることとなりました。こうして源頼朝に追われる身となった義経は、妻子や家来を連れて西へと向かいます。京都を脱出した直後の義経は、静か御前を連れていたとのことですが、途中奈良県吉野山で二人は離れ離れに。頼朝の追手に捕まった静か御前は、義経の行方を幕府から尋問されますが、決して答えることはありませんでした。義経との剣がある一方で、静か御前は有名な白拍子。静か御前の評判を知る頼朝と妻の北条政子は、静か御前に舞を披露するよう命じました。静か御前は何度も断りましたが、ついに鶴岡八幡宮で奉納の舞を舞うことに。
しずやしず、しずの大玉き、繰り返し。昔を今に、なすよしもがな。静か静かと繰り返し私の名を呼ぶ、あの人と過ごした頃にもう一度戻ることができたらいいのに。それは別れた義経への愛を歌った歌でした。義経と対立する頼朝の前で義経を慕う歌を歌うという事態に頼朝は大激怒しましたが、妻である北条政子がいさめ、静御前はなんとか命を救われたといいます。実はこの頃にはすでに義経との子を身ごもっていた静御前、お腹の中では小さな命が少しずつ大きくなっていました。静御前が子を宿していると知った源頼朝は、生まれた子が女児であれば生かすが男児であれば殺すと静御前に伝えます。生まれてきたのは男の子でした。頼朝は予告通り泣き叫ぶ静御前からその赤子を取り上げたのでした。生まれたばかりの我が子を奪われ、悲しい別れを再び経験することとなった静御前。絶望の淵に突き落とされた静御前は京都へと戻されそうになりますが、義経の後を追って東北、奥州へ向かったと言われています。ところが旅の途中で静御前は思い人である義経の死を知らされました。悲しみに暮れた静御前は出家して義経の菩提を弔うことを決意。しかしその後栗橋の地まで戻ったところで、愛する者を失った悲しみと旅の疲れから病によって息を引き取ったと言われています。離れていても義経を思い続けた静御前、義経への思いの深さと静御前自身の真の強さが感じられるような伝説の数々に、多くの人が心を打たれたことでしょう。静御前の伝承は今でも地元の人々によって語り継がれ守られています。真宇町の果てや夢見る束の影、時を超えて栗橋の地に語り継がれる静御前の伝承に思いを寄せて。